つながりやすさについてなんですけれども、今回の 5G に関しては別に 5G と au の 4G LTE が使えるってことなんです。昔 WiMAX で使えなかったようなところでちょっと試してきてよということでルーター渡したんですね。残念ながらそこでやはり WiMAX 使えませんでした。5つ目、速度についてなんですけれども、特にスマートフォンで YouTube を見たりとか Netflix を見たりとかですね、そういった時に問題もございませんし、その他パソコンで通信を使う、そういった時も何も問題はございません。なので最初に何をこう基準として考えるかによって、早いとか遅いとかっていうのが出てくると思いますので、まあ、それを踏まえて検討していただくといいんじゃないかなとは思います。で、6つ目のゲームについてということなんですが、 WiMAX でオンラインゲームを接続した時にじゃあ実際にどうだったのかっていう話なんですが、僕が試したのはパソコンでフォートナイトをしました。あとはスイッチでフォートナイトですね。まあフォートナイトぐらいしか僕はちょっとしてないので、他のゲームとかはちょっとあまりやってないので、参考になるかはちょっとわかりませんが、あれであれば問題なく使えるかな、利用ができるかなって感じです。ツイッターで問い合わせをしてくれた方がですね、速度が29メガぐらいでピング値、まあピンチとかって言い方するんですけど、ゲームに一番必要なその数値がだいたい70ぐらいだったっていう話なんですが、その方もオンラインゲーム楽しんでる中で問題なくそれは使えたということはおっしゃってますね。ただこのあたりはどういったゲームをするかとかですね、自宅の環境とかによってまた変わってきます。また基準も皆さんちょっと異なるので、あまり WiMAX で、まあ、オンラインゲームっていうのは、まあ、一般的には不向きだというふうには言われています。で、7つ目のですね、制限についてなんですが、今回の WiMAX5G プランについては15ギガ制限、3日で15ギガ制限になってます。これを少ないと取るか高いと取るかに関してはもう本当にご覧になってる方によって感じ方は違うはずです。少ないという方に関してはやはり普段から大容量でいろんなデータを使ってるという方かもしれませんので、そこを踏まえてですね検討するといいと思います。で、十分だっていう方いらっしゃると思います。当然あまり動画もご覧にならないとかですね、移動時間がそんなにないからあまり実は使わないんだよねとか、自宅には Wi-Fi があって外出先、まあ、仕事先だったり学校だったりとかでは Wi-Fi 環境があるっていうことであまりデータは使用してないというような方もいるので、まあ、これに関しては感じ方はちょっと違うんじゃないかなと思います。で、その上で僕自身がじゃあどれぐらいのデータ使ってるのかという話なんですけれども、これはあまり参考にはならないかもしれません。こちら他のですね、使用データ量としては 7.8GB、まあ、なので 15GB 十分以内に収まっているので問題ございません。で、月間としてはまだ10日満たないぐらいですけれども、それでだいたい 33GB という形ですね。意外に今使ってるのかもしれません。で、僕の環境としてはですね、自宅には光回線は引いてます。まあ、こういったウェブ系をですねいろいろと触ってるもので光は光で、引いてます。あとはベッドでこちらの Galaxy 5G モバイル Wi-Fi を利用してます。あとはスマートフォン自体がデータ量がですね 3GB のプランにしてるので、まあ、こっち経由で使うことが多いかなと。あとは移動中とかでパソコンとかに接続したり iPad に接続して利用してたりとかしますね。で、一番やる内容としては、まあ、やはり動画ですね。 YouTube とかをこういろいろ見てることが多いかなっていうのはあります。あとはパソコンで触ってたりとか検索したりってくらいですかね。で、この3日で 15GB、まあ、超えた場合に関しての話なんですが、超えた場合に関しては翌日のですね夕方の18時から夜中の2時の間が制限のお時間という形になります。日中に関してはですね制限対象にはならないので、まあ、夜の時間帯によく使うという方に関しては注意が必要です。その上でこの 15GB っていうのはこの今ある表通りなんですけれども、メール送受信とかだと1日平均でいうと3万通、ウェブ閲覧などだと5万ページ、まあほぼ無理ですよね。あとは音楽のダウンロード、まあほぼないと思うんですけれども、これで1日あたり1000曲近く。高画質の動画、まあこれ 720p というところなんですが、15GB っていうと 19.5 時間ぐらい。これ約ですからね。で、1日平均でいうと 6.4 時間という形になります。まあこれを踏まえてですね3日のその 15GB っていうのをどう取るかっていうのはご自身で判断をしてください。ちなみに最近だとテレワークで自宅で
Zoom とかですね、 LINE とか Teams とかいろいろ利用すると思うんですね。 Zoom とかだと動画1時間で250メガぐらい使用されてると言われてます。で、 LINE で動画通話とかをするってなると550メガとかになりますね。なのでそういったところも判断材料にしていただくとよろしいかなと思います。8つ目の料金についてなんですけれども、これについてはですね、申し込む場所やその時期、キャンペーンによってもですね、料金に関しては変わってしまいますので、ご自身で最終確認を行っていただければと思うんですが、参考までにお話しておくと、インターネットで申し込むですね、代表的なところだとブロードワイマックスさんあると思います。こちらがワイマックス2プラスと今回のワイマックス 5G プランの料金の比較でいうと月々1000円ほど 5G プランの方が高くなっている計算になります。こちらのご自身で最終確認してみてください。あと家電量販店に関してはですね、月々の料金に関しては最終3年目のですね、金額が月々500円程度上がってるんですけれども、端末の代金のキャンペーンというのがその時期時期によってちょっと変わってるので、このあたりについてもご自身で最終確認をしていただけたらよろしいかなと思います。いかがだったでしょうか。最後にですね、まとめさせていただくと、大きさや重量については僕自身はそんなに気にはなりませんでした。で、かえって画面が大きいことによってメニュー画面など見やすくなったというのはいいなと思いました。また動作が非常にこう軽くなったところもですね、今までストレス感じてたのでこの部分が解消したのはすごく良かったと思います。で、バッテリーについてはですね、なんだかんだやはり1日通して利用はできるので、この点に関しても気にはなりませんでしたね。一つ申し上げるならばですね、バッテリーが一体型なので劣化した時に変更ができないというのは正直残念だなというところ、しょうがないところでありますけどね。で、エリアについてはこれはもうご自身でですね、エリアマップなどをご覧いただくしかないかなと思いますので、万が一ですね、通常モードで使えなかった場合もですね、別でプラスエリアモード、 au の LT 回線、よりつながりやすいですね、回線というのもありますし、そちらが今回月間15ギガという形になっているので、最悪の場合そちらを使うというのはいいのかもしれません。で、また共倒れのシステムが今回はなくなったので、この点に関しても非常に僕自身は満足してます。もしわからない場合に関してはですね、別動画でその部分もお話してますのでご覧いただければと思います。で、つながりについてはですね、正直まだまだ僕自身が検証不足、ちょっとコロナ禍ということもあってですね、あまり外出はちょっとしなかったので、検証不足というのは否めないので申し訳なかったかなと思います。機会があればなんですけれども、 YMAX2 プラスの端末をですね、一緒に持ってですね、いろんなところで比較してまた情報をお伝えできればなとは思ってますので、お待ちいただければと思います。で、速度についてなんですけれども、僕がですね、試した上で下が30メガぐらいから上が220メガぐらいという形になってます。これを踏まえてですね、この速度を速いと取るか遅いと取るかっていうのは、これもご自身でご判断ください。皆さんによって基準は違うので思うようにしてみていただければと思います。で、正直ですね、僕自身の話をさせてもらうと、見解として言うと、今自宅のですね、光回線は平均してだいたい500メガぐらいあるんですね。で、その500メガの回線と比べた時に、例えば夜の時間って、今先ほど僕調べたんですけど70メガぐらいでした。差を正直感じないです。気づかず通常通り YMAX で動画見てたりとかするぐらいなので、その数字っていうのはあまり重要じゃないのかなって個人的には思ってはおります。で、参考にはなるか分かりませんけれども、一つ前の家でですね、au 光のホームタイプっていうのを使ってたんですが、それが99メガぐらい出ていました。で、今住んでるところの光回線の一つ前がドコモ光使っていたんですが、それが、日中が200メガぐらいで、夕方の18時から速度が一気に落ちて10メガぐらいで、夜の9時ぐらいが5メガぐらい切ってくるような感じ、2メガぐらいも切る時が正直ありました。それは僕のちょっと設定が悪かったっていうのもあったんですけれど、それで使ってた時にさすがに5メガとか切ってくると、YouTube 見るとかですね、そういった動画系のもの、通常のインターネットに関してもやはり速度が遅いと感じました。それを踏まえて考えると、速度自体は、そんなに重要ではないといったらあれ語弊があるかもしれませんけども、ある一定量を超えてればですね、最低限のことはできると考えてます。問題なのは3日の制限、15ギガですね。ここです。少数で使う場合、1人で使うとか、2人3人ぐらいっていう感じですね。これがファミリーだったりとか、複数人で使う場合ってことです。その場合はさすがに3日で15はですね、厳しいと思います。僕自身も
もし YMAX だけのデータ量だけでやるって言ったら正直苦しいと思いますね。それで夕方の18時、翌日の夕方18時から夜中の2時、夜が一番まあ使用するところでもあるので、そういったところで制限かかってしまったらと考えると、やはりちょっと少ないかなと、メイン回線にするにはちょっと少ないかなっていうのはあります。これはもう今ご覧になっている方人それぞれなので、そこをどう踏まえるかっていうのもご判断いただければいいんじゃないかなと思います。まあ、で最後に、まあ、料金とかですね、料金についてはやはりそこの金額がこう上がってしまうというところにはなるんですけれども、3日の制限10ギガが、まあ、15ギガになっているというところで、まあ、月々でいうと、まあ、1000円ぐらい、まあ、高いのか安いのかあとはその電波自体のつながりが良くなったとかですね、見やすくなったとかですね、 5G エリアも今後まあ拡張してくるっていうことを踏まえて考えていった時に、その月々、1000円ぐらい高くなる、その YMAX2 プラスより1000円ぐらい高くなる 5G プランを選ぶか選ばないかっていうのはご判断いただくといいと思います。そしたらこの動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。トヨサポチャンネルは家電量販店歴18年のトヨが初心者の方に向けた内容を中心に、パソコンやスマートフォン、インターネットなどの情報を発信しているチャンネルです。この動画が参考になったと思ったら高評価とチャンネル登録をしていただけると励みになります。では次の動画でお会いしましょう。